まとめにこんにちは本日はこちらの件名の詐欺メールを紹介しますセキュリティアラートマスターカードカウルアカウントの確認が必要ですまずはじめに詐欺メールの内容を紹介しますその後詐欺メールの中のリンクをクリックしたらどうなるかを試してみますこちらの動画をご覧くださいこちらが詐欺メールになります差出人はマスターカードアカウント 件名はセキュリティアラートマスターカードアカウントの確認が必要メールの内容ですけれども利用いただきありがとうございますこの度ご本人様のご利用かどうかを確認させていただきたいお取引がありましたので誠に勝手ながらカードのご利用を一部制限させていただきご連絡させていただきましたつきましては以下へアクセスの上カードのご利用確認にご協力をお願いいたします お客様にはご迷惑ご心配をおかけし、誠に申し訳ございません。何とぞご理解いただきたくお願い申し上げます。ご回答をいただけない場合、カードのご利用制限が継続されることもございますので、あらかじめご了承ください。ご利用確認はこちら。こちらがリンクになっていますので、こちらのリンクをクリックしたらどうなるかを試してみたいと思います。詐欺メールのリンクをクリックしたらこのように表示されました。 マスターカードのセキュリティ保護の強化ということでカード名義とクレジット番号月と年セキュリティコードこのように入力することを促されますね以上ですいかがでしたでしょうか今回の詐欺ルの件名は セキュリティアラート、マスターカード、カードアカウントの確認が必要です。今回のメールですけれども、マスターカードを装った詐欺メールですね。私はマスターカードを使っていません。使っていないサービスからのメールは詐欺メールです。皆様もご注意ください。本日の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。